中DB。こんにちは、中DB花田です。おばです。今日は対談企画第1弾ということで、ゲストの方に来ていただいております。まあ、セネガル在住のスタイリストをやってる坂田幸翔さん、早速登場していただきましょう。それでは、お願いします。すいません、はじめまして、坂田幸翔です。よろしくお願いします。今日はじゃあよろしくお願いします。めっちゃ反射おしゃれ。めっちゃ反射おしゃれ。私の方で簡単に、幸翔って言って普段呼んでるんで、幸翔のことを説明させていただくと、もともとセネガルに来たのは2018年の4月にセネガルに来て、2年ちょっとセネガルに住んでます。セネガルではこの格好見ていただければ多分分かると思うんですけど、スタイリストということでブランドも2つ立ち上げて店舗経営をされています。今ここ実はこの高所のマホーズという店舗で撮影させていただいてて、なので今日はいろいろと聞かせていただけたらなと。よろしくお願いします。まず我々の関係というか、今はブランドを自分立ち上げてやってるんですけど、もともとうちのインターンシップ生ということで来てくれてて、普通だったら皆さんインターンに来たら日本に帰国するんですけど、幸翔はそのままセネガルに移住するっていう選択をして、格好もすごいおしゃれなんですけど、僕経歴もいろいろと変わった経歴の持ち主なので、いろいろ聞いていきたいなと思っております。はい、ダカール TV。 軽く自己紹介をお願いします。はい、宮崎県出身で、28歳です。まあこの名前からね、わかるように皆さんにちょっと伝わってるから。原田とは千葉出身で、まあ比較的標準語なんですけど、工場完全に宮崎なので、ちょっと今隠してるね。そうそうそう、まあね、これからちょっと宮崎なまり出ちゃうと思うんで、そう、まあ、宮崎なまりっていうのもあるんですけど、工場そもそも喋るのが苦手です。まあ喋るの苦手、声もあまり張れないので、結構今日はね、いろいろとなんかこう聞き出して、聞き出して、聞き出して、聞き出してお送りできれば、はい、最後はもうきっとバリバリの宮崎ね、そこを皆さん期待しましょう。はい、はい、では早速幸翔に日本語を聞いていきたいなと思います。幸翔、高校までちょっと宮崎だったんでね。そうだよね。どの段階でそのファッションに興味を持った？小さい頃からずっと洋服が好きだったのかな。で、高校卒業して普通に仕事をしたりしつつ、23歳でファッションの専門学校に行ったので、ね、その時にはもうすでに海外で何かブランド立ち上げるとか店舗やるんだっていう思いはあった？全くなかったことなかったんだ。洋服が好きだから、そう、洋服の学校行きたいな。へえ。そんなに明確なビジョンがあって、ここに行き始めたわけではないです。へえ。じゃあどの段階でこう海外でブランド立ち上げようとかこう思ったの？以前一回フランスに行ったことがあるんですけど、その際にやっぱり自分の実力じゃないですけど、海外レベルでやっていきたいな。なんかそうです。でなんかフランスにいる本当にファッションの一流のトップの人からすごいダメ出しを受けたんですよね。それでこのまま日本でずっとやってるのでダメだっていうのがあったりして、で海外に出る、まあ、そこまではまだ分かるじゃないですか。でそこからフランスに行きたいっていう交渉をずっと思ってて、まあ、フランスに行くためにお金も貯めたりして、でも待って、セネガルですそこが多分一番ね、聞きたいところ。フランスに興味があって、フランスに行ってニューヨークに行く、分かるじゃないですか。分かる。なんでセネガルに行くのみたいな、ここが気になって聞きたいですね。車の工場とかで働いてて、その時にやっぱりもう洋服以外の仕事をしたくないと思って、もう海外に行きたいっていう気持ち、フランスに行きたいっていう気持ちはあって、フランスのアパレルで働こうと思った時に、やっぱり語学が話せないから、そんなに先がないっていう状況、語学を学びたい、フランスを学びたいと思って、検索してたところ、原田さんのページを、あの頃のインターン生のページを見て、ああ、そっかそっかそっか。で、フランスじゃなくて、急にセネガルにシフト。そうですね。とりあえず語学を学びたいと思っ
で、それなりに、そうだよね。で、なんか講習最初の本当3、4ヶ月ぐらいもう本当に講習は英語も全く話せないし、フランス語はもう全くゼロ、なんか標準語も話せない日本語も危ういっていう中で、セネガルに、まあ、いや俺もう最初見てて最初の3ヶ月でもうかなりフランス語コミュニケーションの部分ではできるようになった、うん、もう猛勉強してたのずっと近くで見てたんで、で3ヶ月ぐらいでフランス語喋れるようある程度喋れるようになりました。で本来だったらそこからフランスにさ行くっていうね、まあ、考えてると思うんだけど、セネガルで、まあ、ファッションブランドを仕上げる、そして、まあ、店舗運営に開業するっていうところの経緯みたいなっていうのは、本当にセネガル店舗を経営するには本当に思ってなくて、でも原田さんの一言じゃないけど、交渉こっちでやっちゃいないのじゃないけど言ってもらえて、なんかやってみようかな。あで、まあ、2019年の5月で、ね、トマホーズっていうんですけど、を開業して、結構もう初月から目標売上達成みたいな、すごいお客さん来てて、目標売上1ヶ月目で達成になるか、まあ、順風満帆かと思えると思うんですけど、多分実際全然大変なこともあって、特にあの、まあ、セネガル人の、あのテイラーさん、交渉が洋服をデザインをして、それを、まあ、セネガル人とか、まあ、ギニア人とかの地元のテイラーさんに作ってもらうんですけど、その作ってもらう上で大変。やっぱり時間を守んない。あーなるほどなるほど。やっぱり細かいところを雑になっちゃう。あーそれは技術的なこと。そうですね、性格的、まあ、性格的なところもやっぱりあると思うんですけど、これどうしても怒っちゃったりしたこともやっぱりあったし、そうだよ、何と言ってもわからない。そうですね、今までその人たちもそんなに高いレベルを求められてなかった。そうですね、どうしても自分のファッションを分かってもらえないっていう、やっぱりアフリカ、セネガルにはセネガルのファッションみたいなのも確かに確かに、ちゃんとあって、そこでなんか自分みたいな変な人、変な日本人がこういう洋服作ってって言ってもなかなか理解できない。でもさ、当初結構この格好とかで街歩いてて、おしゃれだねとかセネガルの人に声かけて、まあよく言われるですけど、ね、そうだよね、まあ、なんとなくそのセネガルの人おしゃれだっていう認識はやっぱ同じなんだよね、はい、でまあじゃあいろいろ作っていくうちに、はい、まあ、いろんなテイラーさんに出会ったと思うんですけど、まあ、特に印象的なテイラーさんの出会いみたいな、うん、でまあセネガルから世界に行って、はい、ファッションとか可能性はめちゃくちゃあるのかな。あ、何も上がってたけど、タニエベスがコレクションで交渉の領域を着てこれから、日本に帰ってアーティストの方をメインに伝えることをして活動